先じゃあ、応募をお願いします。いや、いいっすね。日本で持ってたの？いや、持ってないです。買おうかなと思ったぐらい。マジでこのプレステ5あればだいぶ暇つぶしになるんじゃん。やりたいのないっすこれやってたんですよ、なんかホラーゲームで。スマホで？いや、これっす。すごいっす。すごいな、これ。何これ、入ってる？中に入ってる？中に入ってる？やばい。勝手に動いてるの？はい、もう中でも。やば。動かしたらもう角度に。髪なんとか。キーパーね。キーパーってか。キーパーやっぱうまいっす。うまいんだ。パワーがあるからね。いや、もともと小技がうまい。もともとの地主でしょ？渡井家の。いや、俺はね、やっぱフォームから入ってるから、ちゃんとめっちゃ教え込まれてる小技で対抗するわ。ちっちゃい、でも小ぶりだね。ちっちゃいっす。どこ行った？入ってる、入ってる。お、なんか行きそうだね。どこ行った？皆さんの質問のタイミングでインスタライブも並行して行いたいと思うので、昨日はポルトの周辺でプレーする選手たちと一緒に食事に行ったみたいですけれども、新井選手、小川選手、藤本選手と行ったんですけど、まあ、僕としてはとにかくちょっと緊張しました。ボルティスの練習と比べてフォアビスタの練習ってボルティスでやってるプレースタイルとかっていうのは結構似ているチームだと思うので、練習内容とかも頑張ってください、はい、応援してます。はい、ありがとうございます。今インスタライブの方も見てるんですけども、はい、ほっぺたのあたりがシュッとしてちょっと痩せたのかなと不安になってる。いや、痩せて見えますかね。個人的に変わってないと思ってるんですけど、トップホルダーの皆さんにもこういい報告が、そしてインスタライブを見てる皆さんにもいい報告ができるように頑張っていきたいなと思います。いろいろコメント来てたな。てかチケットをお願いしますってさっき連絡来たから答えました。7時半、遅くても7時半までには行きますって来て、あれスタジアムのにバスで入る、バスで入るんですか？あ、違う、車か。明日はバスで。あ、そっか、あの下入るんですか？グラウンドの横の駐車場の、え、練習の時もあそこ入ってる？そっからです。かっこよくない？あの坂、長い坂、裏道かな。いいなぁと思って。ベンフィカの人が入ってくれるときも、ベンフィカのサポーターが上のところ通り道。ああ、煽ってきた。もう封鎖されてマジで警察多いっすね、やっぱ。そういうチームで。いや、全然いいと思うよ。それで一回玉砕するっていう。全然ボタン押すなよ。基本的にでもずっと天気いいの。絵になるな。え、おしゃれじゃないここ。
しも自炊できないっすよ。大変だ、大変だ。間違いない。丘の上だしね。あれビール飲んでるの、そういえば試合後のビールあれ飲んでるの、飲んでない、うん、あ、ファド、ワイン安いね。でもワインも飲まないでしょ。何や、ピザや。使いたいね。